定期試験対策。形。一問一答。この動画はテストに出やすい問題と答えをひたすら読み上げていく動画です。再生速度を調節しお使いください。なお、フルテロップですので、ミュートでもお使いいただけます。では、始めます。この文章の作者。菊池寛。この小説の 原作となった話が収められている本。上山祈談菊池寛が儲けた文学賞を二つ。芥川賞、直木賞。新米衛との折り入ってお願いがあるとあるが、どのようなお願いをしたのか。賞状費と投館の株と貸してほしい。お願いをした時の、 美男の侍の気持ちを表した表現を本文中から12文字で書き抜き。子供らしい無邪気な孔明心。華々しい手柄をしてみたい。おみさまを現代の言葉で表しなさい。あなた様我らほどの肝玉を持たいではかなわぬとあるが、それはどういったことを表しているか。 あなたは形にふさわしい精神力を持たなければならない。高らかに笑ったとあるが、その時の新兵衛の気持ちを説明しなさい。初陣で手柄を立てたいという若い侍の子供らしい言葉を微笑ましく思っている。子供らしい無邪気な巧妙心とはどういうことか説明しなさい。新兵衛の羽織と兜を身につけることで、 実力以上の力を発揮して手柄を立てたいということ。中村新兵衛の形とあるが、新兵衛は羽織や兜をどのようなものだと考えているか。自分の力を象徴するもの。あの品々とは何のことか。新兵衛の症状費と頭感の兜。また、 高らかに笑った時のしんべの気持ち。自分の力に対する自負を感じている。吹き分けられるように敵人の一角が乱れたとあるが、それはなぜか。少状費の武者を槍中村だと勘違いした敵が恐れおののいて逃げ腰になったから。会心の微笑とあるが、この時のしんべの気持ちを答えなさい。 自分の形だけでも敵を恐れさせる力があることに満足している。少女費の武者の華々しい武者ぶりを眺めていたとあるが、中村新兵衛は少女費の武者が活躍したのはなぜと考えていたか。敵の兵が少女費の武者を自分だと思い込んでいたから。駒を乗り出すと一文字に敵陣に殺到したとあるが、その時の新兵衛の気持ち。 いつもと同じように敵を蹴散らしてやろうという気持ち。少女飛の武者の前には戦わずして浮き足だった敵人が中村新兵衛の前にはびくともしなかったとあるがそれはなぜか。彼らは黒川おどしの武者が中村新兵衛であることに気づいていない上に一番槍の武者に突き崩されたことで生きり立っていたから。 症状費の槍中村とは誰のことか、本文中から三文字で抜き出し。若い侍。黒川おどしの武者とは誰のことか、本文中から三文字で書き抜き。新兵黒川おどしの武者が身につけていたものを二つ抜き出し。黒川おどしの鎧。南蛮鉄の兜 いつもとは勝手が違っているとあるが、いつもの敵の様子を本文中から23文字で書き抜き。虎に向かっている羊のようなおじけが敵にあった。今日の敵の様子を本文中から22文字で書き抜き。対等の戦いをするときのように勇み立っていた。今日は、 彼らは対等の戦いをするときのように勇み立っていたとあるが、これと対照的な敵の様子を比喩を用いて表現したところを本文中から9文字で書き抜き。虎に向かっている羊。手軽に兜や症状皮を貸したことを後悔するような感じが頭をかすめたとあるが、新兵衛はこのときどのようなことに気がついたのか。敵が恐れていたのは、 自分ではなく、兜や羽織などの自分の形だったということ。以上で問題を終わります。繰り返し高得点を狙っていきましょう。